はい、皆さんこんにちは、こんばんは、佐藤です。今回ですけども久しぶりの、メダカ愛好家訪問動画になります。はい、で今日お邪魔しているのがこちら、天柱メダカさんの飼育場です。ということで天柱さん、今日はよろしくお願いします。天柱メダカです、よろしくお願いします。天柱さんとはね、バイオラボさんのお店で、知り合って、もうちょっと動画に映ってるんですけど、こんなにね容器あるんですけど、実は、メダカ歴は今で5ヶ月5ヶ月、はい、5ヶ月の設備じゃないですよこれ。やばいですよ。ちょっと細かいところね、いろいろ店長さんとお話ししながら、見学させていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。はい、お願いします。なんか緊張してますね。いつも通りの感じで、リラックスしていただけたら。まずここね、そもそもはこれはガレージなんですかね。そうですね、もともと車とかバイク好きで、いろいろここに入れて、ちょっと遊ぼうと思って作ったんですけど、メダカにどっぷりハマっちゃいまして、ちょっと車を売却して、ちなみに僕はあまり車詳しくないんですけど、どんな車に乗ってたんですか。GTR 乗ってて、で大事に乗ってたんですけど、その大事な車を売ってまでちょっとメダカに感情を進化してすごいですね。なんでもうほんまに趣味の部屋って感じだったんですけど、これがもうどんどんメダカがこう増えてで、最初はスタイルボックスの中でちょっと買ってただけだったんですけど、あれもなんか容器なんですか。あれトロ船を中に入れて、でスタイルも完全に蓋して、冬場から僕1月からメダカ2月かから入ってたんで、でもう加温必須やったんで、加温対策いろいろ考えて、であれを1個作り始めたとこがきっかけ で、その時はもうこじんまりやってたんですけど、どんどん増えていって、気がついたらこんな感じになってますね。品種はどのぐらい出ますかね。掛け合わせも合わせたら30は超えてると思います。30 やばいな。1月1品種ぐらいにしようって最初思ったんですけど、5ヶ月で30いっちゃいました。いやすごい。店長さん、そうイベントとかで来ていただいたりとか、見てたらもうなんか初心者とは思えないような買いっぷりというかね。いろいろ経験しようと思って、まずちょっと最初はもういろいろ買って、一回いろいろ増やして絞りたいなって今思ってて、どんな品種いるのか、ざーっとなんか紹介していただけますか。ちょっとこれ気がついたんですけど、この辺もラメオシリーズが片っ端から、今ちょっとこれがラメオ界のタイプ、なかなか琥珀がよく出るんですけど、ラメを描いて、なんですけど、ちょっとブルーっていうのを、これが道山さんとかをちょっとお邪魔させてもらって、いけて、これ欲しいですって、ちょっと作って帰ってきたんですけど、じゃあ本家さんのもう、道山さんのところの直径ですね。いやでもこれすごいラメがぎっしりだし、もう青いんですね。青いですね。もう真っ青っていうか、なんかサファイアではない青色、綺麗な青をしてて、でサファオとはまたちょっと違うんですよね。いきなりラメオってすごいですね。普通みゆきとか陽気比とかね、から行くところがもうね、確かに全部ラメオって書いてる。ラメオラメオ、あダイアナ、ハッピーボーイでなんですかね。ハッピーボーイね、ちょっと今日ちょっと押していきたいんですけど、小太郎さん、仲良くさせてもらってるんですけど、小太郎さんがちょっと新しく掛け合わせで作った品種で、これが親に今譲ってもらった親になるんですけど、ユリシスにサファオをかけてるんですよ。これが一番綺麗な、わーすごい、ユリシスにサファオのラメ、青い、青くゴールドみたいな、綺麗なラメを入れに行ってる。でもユリシスの表現をきっちり、もう感情はオレンジ。このね、対色とラメの色とね、そうですね、
違うんですよね、じゃあ。まあまあ、さっきのラメオタイに似ちゃうんですけど、ブルータイプのやつも出てきてて、うん、はいはいはい、まあ、によってるんですけど。すごい、これも綺麗ですね。そうなんですよ。で、まあ、このコラがもう、やっぱこの単調オレンジがバッチッと出てるのを使ってるみたいで。はい、なるほど。すごい。ハッピーボーイは、一押しで、一押し、もう小太郎さんとか遊びに行った時に、はい、めっちゃかっこいいのいますやんってなったのがこれハッピーボーイやって。あー、綺麗ですわ。もうどうですか、採卵は順調ですか。採卵順調ですね。まあ、この2日前に始まったところで。あ、そうなんですね。ちょっと採卵が、あ、じゃあこれから。そうですね、楽しみですね。はい、やっと卵を取り出して、はいはいはい、ちょっとめっちゃ汚いんですよ。あ、いやいやいやあんまりハリコンは水かえへんように、うん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 、ある程度のサイズ感になったやつをすくって出していってる感じで、はい、で容器をどんどん切り替えていくスタイルでやってはいってるんですけど、いろいろまだ初心者なんで、いやいやいや、試してでやってますね。へえ、いいですね。いや他は、他は、まあ、これラメオカイの琥珀、琥珀で、これがドーサンさんのところの、まあ、ちょっとラメオじゃないですけど、ダイアナ、ダイアナ、はあ、はいはい、めっちゃ綺麗やって。じゃあ道産さんのもうファンですかね。ファンみたいな。メダカ始めます、メダカを買いに行くって初めて行ったのが道産さんのところで、おー、でも道産さんのところで見たラメオシリーズがもう衝撃やって、はい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 、初めて連れてくれたのが秘密兵この辺なんかね、容器の色も結構いろんなの、そうなんです、使ってますね。あ、ま、この辺はね、最初にちょっと照明の数をあんまり持ってなかったんで、はいはい、でクリアで通してで一番下までも届かへんかなっていうのでクリアで買ってたんですけど、はい、まあ、もう水槽がね安定してくれるんで、あんまり水槽変えずに、はい、そのまま、もう親なんで頑張っていこうかなと思ってて。なるほど、下の段にまで光が届くようにクリアを使ったってことなんですね。はい、ああ、今もうね、ちょっと照明増やしたので、はいはい、まあ全然大丈夫なんですけど、まあラメ系が僕やっぱ多いんで、やっぱ好きなんですか、ラメ系が。そうですね、はんはんはん、ラメをがやっぱ好きだったんで、うんうん、そこからもラメをちょっとこだわっていきたいなっていうところがあって、はいはい、ラメ、とりあえず白でまず最初ラメを伸ばして、うん、ある程度大きくなったやつを、まあ、グレーに1回入れてるんですよ。はいはい、だけどまあちょっといろいろそれは試行錯誤していってるところで、うん、はい、まだそのあんまりバチッと綺麗なラメ出せてないなっていう。いやいやいや、じゃあ白、まあ、グレーっていう感じで今、まあ、変えてくるんですね。一番真ん中を種親ゾーンにして、はい、で下をまあ上で張りと感じして、はい、である程度地球になってきたやつでも制御のやりかけをこう順番に動かしていける感じなんですけど、なるほど、これは正解かどうかまあでもこれからが楽しみですよね。そうですね、うん、まあ、これが正解やったらヒゲなの出てくるし、うんうんうん、で、ね、まあ、ちょっとその最初にやり始めたのが今この辺で稚魚が大きくなってきてるやつ。あ、ここがじゃあもう第一陣の、そうですね、あ、もう産卵サイズですね、もうサイズですね、ぼちぼち。この辺がラメオの琥珀、はいはいはい、まあ、ちょっとこの辺から落としちゃったんですけど、あーあー、でも綺麗、ラメがやっぱぎっしり入ってますね。ですね、こっちもこっちがね、秘密兵器の、まあ、その最初の種のヤカルとかを一番、はいはいはい、子供なんですけど、わー綺麗、でもなんかやっぱちょっと欠けてるなーってとこがあって、まあちょっとだから最初やから失敗したんかなーっていうのが、はいはいはい、ちっちゃいコーラがねちょっとラミぎっしりなの出てきてるんで、うん、じゃあその白容器で買ってグレーに行くのがやっぱ綺麗なんかなーって、あー、ちょっとまあ勉強中です。はいはいはい、このライトを使ってるって方ちらほら見るんですけど、はい、僕使ったことないんですけど、はい、やっぱりいいですか使った感じ。明るいでいいですよ。あ、なんかグリーンウォーターもできてます ね、 そうですね、室内なのに。なんかこの辺とか白雪が結構いい感じにグリーンウォーターになっていくんで、うん、ここもねもうグリーンウォーターになる。そうですね、ちょっと違うかもしれないいやでも結構ね、その室内とか日当たり悪いところだとグリーンウォーターにならなくて、グリーンウォーター作りたいっていう人が結構いたりするんですけど、ですよね、やっぱりこの植物用のライトの力なのか、ね、ですかプランクトンとかね、湧いてるんかもしれない。湧いてそうですね。なるほどなるほど。そっちはどうですか、はい、まあ、いろいろ、まあ、あんまり
系じゃないのとかがあるんですけど、はい、でもサバの極みと、あ、はい、さんと僕に言ってもらったパンダの、はい、アルビの魚、あのルビアイか、ルビアイ、はい、マニアックですね。ねうん、あ僕大好きなちょっと魔王が、あ、始めるきっかけになったっていうか、はいはいはい、あの仕事柄ちょっと人のお家に行くことがあって、うんうんうん、で死んだ時に魔王が置いてて、はい、でその魔王がすごいかっこいいなと思ってて、この間ちょうどあのラボさんに行った時に魔王がいてて、あ、ここ全部で30ぐらいはいけますね。すごいっすね。え、まあそのね、いろんなパターンを上げたりもしてるんで、はい、あれですけど、そこは私もコンビナサイサとか、ああ、サイサとかサボテン、サボテンでブラックダイヤ、うんうん、これちょっとあの裏 F2 でまだ裏 F2 なんだろうこれ、これあれなんですけど、まあ、あの今モーリーさんと戦ってるところなんで、ああ、なるほど、なんかやってるんですね。アルビノのラメを作ろうと、おお、まあ、今もねちょろちょろ聞くんですけど、はい、ちょっとしたいなって、まあ、これがちょっとあの F2 選手権の裏バージョンですって言って小太郎さんが、なるほど、言ってくれとって、すごい。でももう すでにじゃ結構掛け合わせとかも、 そうですね、そういうのもやってるんですね。ちょっとやってて、うんうん、これが秘密兵器とユリシスかけてて、ちょっと F1 これで、まあ、こんだけしか取ってなかったんですけど、はい、これが大きくなった子を F2 でまんま取っていこうかなと、それがまあ一発目の掛け合わせと、あとブラックダイヤとレクリス、ちょっとたまたま、はい、あのもっと今掛け合わせしていけるところで、ああ、はいはい、ブラックダイヤね、切れ長で黒い銀ラメを入れて、なんかこんなんってできるんかなって一回試しにやってるところで、まあ、どんなになるかはねやってみな分からへん、そうですよね、まあ、うん、そう、とりあえずね、なんかいろいろかけてみたら面白いのが出るかもしれないし、ね、これが夜桜シークレット、シークレット、まあ夜桜と秘密兵器のシークレットで、ああ、なるほど、はいはい、ちょっとまた後であのなんか容器とかでもしあれやったら綺麗な目だか、またゆっくり撮影させていただきたいと思いますけど、横見で、あ、エメキン、はい、グランブル、はいはい、めっちゃ綺麗に見てて、確かにめっちゃ伸びてますね、無性なって思わないし、あ伸びすぎちゃってパーティードレス、パーティードレス、なんかね、まあいろいろあれ欲しいな、これ欲しいなってなっちゃって、おまあいろいろあのね、そのラボさんで仲良くしてもらってで、はい、ね、いろんな人が譲ってあげるようになるので、うんうんうん、だんだん気がつけばいっぱい増えて増えちゃいました。これもこここの単管とかも全部自分で組み立てたんですか。はい、いろいろ考えながら、はいはいはい、最初この真ん中作るつもりなかった、はい、ここだけでやってたんですよ、はいはいはい、だから反対側に欲しいな反対側、まあ、タイミングブロック積んで作ったんですけど、でこっちにね、あのいろいろ物を置いたりする棚をこのなんかちょっと変わったやつ、あー、なんかホームセンターとかで売ってる、はい、売ってるやつで、はい、作ってて、はい、それがまあ簡単に部品外して楽しく使えれるんで、はい、組み替えて目立ったように、あ、ほんで真ん中は作業するのでちょっと頼もしいな、はい、で作業より作って反対側はもう一応棚にしてい, いですね。なんかこういう棚とかあったら選別とかも楽でいいですよね。いつもね、こう僕自分が正座しながらこう選別してちょっとなんか腰痛いしなんか対策できたなと思って、で一回こんなの作ってみて、いい感じ、いい感じに、はい、
も動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。皆様のチャンネル登録高評価が励みになります。メダカチャンネルの他にも釣りチャンネルもやっていますので、釣り好き魚好きの方はぜひそちらもご覧ください。